こんにちは、生態ニコニコスタイルです。本日もどうもご覧いただきありがとうございます。ということで、こんなでっかいですね、スイカが、手に入りました。めちゃめちゃでかいです。これがスーパーで1000円で売っていましたので買ってきました。でですね、今日はスイカのお話なんですけども、スイカのお話なんですけども、前回、以前、スイカは朝1枚食べるといいですよとお話ししたんですけども、ですね、スイカ、夏い暑いですね、おすすめです。スイカ。で、まずは、朝一番なんかがいいです。なぜかというと、空腹の時に食べると、スイカというのはとても体にとっていいからなんです。なぜかというと、スイカというのは胃で消化するのに大体10分ほどで消化が終わってしまいます。で、消化に野菜なんかでも大体2時間。ご飯類だと3時間。お肉とか魚だと4時間かかりますので、そういう、ご飯とか野菜とかの食べた後にスイカをデザートとして食べてしまいますと、中でこれ詰まってしまって、スイカがですね、中で発酵してしまって、逆に体にとっては良くないという状況になりますので、スイカを食べるときはですね、空腹で何もお腹がない、胃に何も入ってない、空っぽの状態で、食べられるといいです。でですね、スイカを食べていただくと、10分で消化されますので、それで朝ごはん足りない、朝ごはん食べ、その後に朝ごはんを、食べていかれるといいです。でですね、スイカは結構ですね、水気が多いんで、栄養が少ないんじゃないかということで心配される方もいるかもしれないんですけども、スイカはとても栄養価が高いものになります。特にこの夏場にとっては、夏場食べるとすごく体にとっては栄養になります。でどういう栄養があるかというと、リコピンというですね、赤い色素の栄養が入っています。これはトマトに入ってますよね。でリコピンはトマトの 1.6 倍入っております。1.6 倍です。トマトよりもたくさんリコピンが入っています。リコピンといえばですね、トマトなんですけども、そのトマトの 1.6 倍もスイカには入っていますし、スイカの方がまあ食べやすいので、よりですね、このリコピンが取れて体にいいです。あとはですね、利尿作用というのがあります。利尿作用ですね。で特にこの夏場は水、水分ですね、を取りすぎたりして体がむくんだりとかしやすいので、この利尿作用でもって体に溜まっている余分な水分ですね、これを体外に排出するとともにですね、その体に溜まった水分を出すときに、体に溜まった疲労物質ですね、も一緒に出してくれますので、夏バテの方なんかはかなり疲労が溜まっている状態ですので、そういうものをですね、栄養を取りながらですね、外に出すことができますので、スイカはおすすめです。ということで、スイカはですね、ちょっと好きな人ですね、朝一番にですね、あんま冷えすぎてると胃が冷えてしまいますので、少し常温にするか、口の中である程度ちゃんとですね、食べて、ちゃんと噛んで、それで、飲み込むという風にしていただくとすごく、いいですので、やってみてください。ということで今日はスイカネザについてお伝えしました。本日もどうもご覧いただきありがとうございました。